マーティフリードマン、マーティフリードマン、マルティフリードマン、1962年12月8日帯は、アメリカのギタリスト、音楽評論家、タレント、現在は日本に拠点を置き活動する、メリーランド州ローレル、ワシントン DC 近郊出身で、アシュケナジムユダヤ人の家庭に生まれた、父親の仕事の都合で西ドイツなどを転々とする中、 米国に帰国して間もない14歳の時に、クラスメイトと行ったキスのコンサートに衝撃を受け、ギターを始める。17歳の頃に住んでいたハワイではビーチに行くことも、ほとんどせず、部屋にこもりひたすらギターの練習をしていた。ちょうどその芸術系の人たちが聴いていた、日本の音楽に興味を持ち、特に演歌には、強い影響を受ける。演歌の拳を、自身のギターテクニックに取り入れたりしたが、 当時のバンド仲間からは白眼視されていたという。1982年、ビクセン名義で EP1 枚を発表した。また、コンピレーションアルバム U.S. メタルバル E には1曲が収録されている。1983年にゲイリー・セントピアー、ビシャス・ルーモアズの初代ボーカリストラトを結成し、アルバムを発表する。1984年には EP 1985年には、アルバムを発表する。ちなみにハワイというバンド名は、シカゴやカンサスなどにあやかってつけたと後に、ラジオで話している。1987年、シュラップネルレコーズに所属するジェイソン・ベッカーと、を結成し、アルバムを発表する。1988年には、初のソロアルバム、ドラゴンズ・キスとカクホニーの2枚目のアバムを発表する。 1990年にメガデスに加入する。メガデスでは4枚目のアルバム、ラスト・イン・ピースから8枚目のアルバムまで参加し、バンドの全盛期を支える。また、ソロ活動も継続して、シーンズ承継、1992年、1994年、トゥルー・オブ・セッションズ、1996年といったアルバムもリリースした。1990年代中盤より、 他のヘビーメタルバンドが台頭してきたため、メガデスのメンバー間で、バンドの方向性に関する論争が発生する。この時、フリードマンは、ポップスなら、ポップスのアルバム、ヘビーメタルなら信じられないくらいヘビなアルバムを作りたい。中途半端なのは一番嫌だと主張した。しかしアルバムに採用された曲は、ポップスでもヘビーメタルでもない中途半端な曲ばかりとなってしまい。 ヘビーメタルの代表としてメガデスという怖い名前があるのになぜそんな妥協をしなくちゃならないとずっと主張し続けてたんだけど受け入れられなかった。だからやめたと語っている。またブレッドラインのギターソロ差し替え事件についてもフリードマンは後のインタビューで脱退の決定的な原因ではないけれど理由の一つとしている。一方、メガデスのリーダーのデイブ・ムステインは 雑誌、バーン、のインタビューで、マーティは、メガデスを、日本のバンドのビーズみたいに従っていたんだよと述べ、原因はマーティにあるとしていた。ただし後のインタビューでは、自分にも落ち度があったと述べている。また、後に、ザ・システム・ハズ・フェイルド収録時に、フリードマンを、メガデスに入戻そうともしていたが、フリードマンは日本での活動が多忙のため辞退した。アルバムには、 結果的にが参加することになった。カコフォニー時代にライブで初来日したマーティは日本に対してそれまで以上の興味を持つようになり90年代の半ば頃からメガデスの世界ツアーの移動時間を利用して通信教育で日本語の勉強を始める。ある程度日本語を習得したことで通訳なしでインタビューを受けることも多々あった。その後、 アリゾナ州立大学の日本語弁論大会で2位を獲得。現在は日本の雑誌やメディアのインタビューはすべて日本語で対応しており、対談などでは通訳を務めることもある。2004年に仕事も何も決まっていない状態で日本への移住を決める。保証人もいなかったため、最初の数ヶ月は6畳のウィークリーマンションに住まざるを得なかったという。 日本語の勉強になると割り切って、やりたくない仕事もやっていたが、間もなく友人の紹介で、相川七瀬と知り合い、彼女のバックバンドにギタリストとして参加する。これをきっかけに、日本でのミュージシャンとしての活動を開始する。その後、東京都新宿区に完全移住した。2005年には、x ジャパンの PATA や、ルナシーヌマヤと共に、 相川七瀬のコンサートツアーに参加した。5月から放送開始となった番組ヘビメタさんにもレギュラー出演している。また鈴木亜美のギタリストとして念願の NHK 紅白歌合戦出場の夢も実現した。2006年4月よりロック藤山テレビ東京系にレギュラー出演する2007年3月まで、同年6月12日からは、 日本テレビの、歌すた。に、歌い人ハンターとして出演する。またこの年から4年連続、タモリクラブの年度末企画、空耳アワードに出演し、2006年、2008年には、逆空耳、日本語の歌が、外国語に聞こえるを2つずつ紹介した。2006年は2曲とも、浜崎あみ、2008年は、ビーズとみひまる GT。 さらに2006年から2008年まで鉄鋼業界の団体日本鉄鋼連盟の新卒採用 PR のイメージキャラクターとなる。キャッチコピーはメタルはいけてるのかメタルはいけてるぜ。2007年、ことこの7枚目のシングル、マリア様が見てる OVA シリーズ第3巻から第5巻のエンディングテーマ、綺麗な旋律の作曲とギター演奏を担当した。 2008年3月1日に渋谷の NHK ホールで開催された平成19年度 NHK のドジマンチャンピオン大会ではオープニングでこの番組のテーマ曲をロック調にアレンジしソロで演奏した。また、ジェロのアルバムカバーズ収録の不残光へ帰れに参加した。2008年紅白歌合戦では石川さゆりの天城越えの伴奏者も務めた。その他、 同年公開の映画、デトロイトメタルシティに、ジャック・イル・ダークのバンドのギタリストとして出演した。同じく2008年公開の映画、グーグーだって猫であるにも出演した。9月からは、ビッグコミック史上にて、方角の伝道連載を開始する、2008年9月10日号より、2009年5月3日、テレビ朝日、題名のない音楽会のゲストとして、井上道義式、 オーケストラ・アンサンブル・金沢との共演で、バッハー作曲、ブランデンブルク競争曲第3番の第3楽章を演奏た。2009年10月14日に、テレビ朝日、ロンドンハーツの特別企画によって、幕張メッセで開催された 50TA、カノヒデタカの復活ライブにおいて、楽曲、ヘビーメタルステーションのギタリストと出演した。 2010年6月16日、サウンドホライズンのシングル、井戸へ至る森へ至る井戸に参加する。また6月19.20日にサウンドホライズン、国王星単祭休日スペシャル2010のライブにも参加する。2010年8月25日、ザ・ルフィの高見沢俊彦のソロアルバム、ファンタジア、楽曲、エデンの君のギタリストとして参加した。2010年9月12日に、 東京国際フォーラムで開催されたファンタジアのイブにおいてアンコールでエデンの君のギタリストとしてゲスト出演した。2011年東北地方太平洋沖地震と津波の被災者のためのチャリティーオークションとしてメガデス時代のギターをすべてイーベに出品した。マーティは自身の機材を手放すのはこれが初めてとのことである。 2011年12月25日、桃色クリスマス2011埼玉、スーパーアリーナ大会にのゲストとして、桃色クローバー Z と共演し、自身も参加している、楽曲、猛烈宇宙公共曲、第7楽章、無限愛と、行くぜ。怪盗少女をギター演奏した。2012年8月22日、リンクとホライズンの1枚目のシングル、 ルクセンダルク小機構に参加する。また、11月25日には、リンクとホライズンも参加した。リーボリンクとブレイブリーリホルケンサートにも参加した。2013年1月2日、前年12月に結婚、再婚していたことが報道された。妻は9歳下で、日本人のチェロ奏者、奥田美より、2 0 0年の題名のない音楽会出演時に共演した際に、 知り合ったと報道されている。2014年1月4日、東京ドームで行われた新日本プロレスの興行、レッセルキングダムパッチのメインマッチイワグップ、インターコンチネンタル選手権試合の挑戦者、棚橋博史の入場時にスペシャルゲストして登場。棚橋の入場曲、ハイエネルギーを生演奏するというパフォーマンスを見せた。2015年8月29日、 埼玉スーパーアリーナで行われた、アナメイロサマーライブ2015、ザゲートマイナスにて、声優ユニット、七森中五楽部とコラボ出演。ゆりゆら,らららゆるゆりです事件を生演奏した。2016年11月、文化庁より、日本遺産大使に任命された。2020年の東京オリンピックパラリンピックに向け、日本文化の魅力を国内外に広く発信する。 PR 活動を行う。2018年5月、日本遺産のテーマソング、ジャパンヘリテージオフィシャルテーマソングを制作。音源が YouTube で公開された。この曲はマーティが日本遺産大使である関連で、日本政府より依頼されたもので、東京フィルハーモニー交響楽団とのコラボレーション曲となっている。カコフォニー時代は、カービン、ハリケーンのギターを使用しており、 メガデス加入後は主に、ジャクソンのケリー、オリジナル仕様を使用。メガデスだったは、ジャクソンのレスポールシェイプを使っており、後にアイバニーズとエンドースメント契約を締結し、マーティフリードマンモデルを使用したが、これは短期間の使用に終わっている。二0 1年からは、ポール・リード・スミスと契約し、二0 1年現在は、メインで使用しているシングルカットベースとした、 シグネーチャーモデルを開発中である。2017年にジャクソンと契約、自身のシグネーチャーモデルを発表した。ピックアップは EMG がマーティーと共同開発したオリジナルピックアップが採用されている。ライブなどでは、ギブソンのロボットギター、レスポールシェイプ等も使用している。エフェクターについては、テレビ等のゲスト参加やちょっとした演奏では合性な、機材はつまず、 ズーム製のマルチエフェクター1個ということが多い。アンプはマーシャルなどを経て2017年現在はイングルのアンプを使用している。イングルからはマーティーフリードマンモデルのアンプが発表された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。